一緒にワイワイマージャン、愉快なジャンユーたち、20枠目、はい、ヨジベイさん10万石さんでした。さあ、コンティニュー。先週は一度も勝ち抜けなかったんで、今日こそアクウサウ3時さんでした。ディクサさんがありです。アクウサウ、アコエツサ、アコエツサ、エイキヌ、ワコマちゃん、あれ、もう全部終わっちゃったと思ってました。はい、黒金さんいらっしゃい。まだ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 この2人が残ってますよ。科学者、司会者、強敵が2人残ってます。私は正義の天才科学者だ。よくおいでになったの。さてさて、そなたは何をお望みかの。はい、交換券。これはなかなか便利な券じゃぞ。悪あがきカード。ほほー、このカードを買い寄ったか。稲妻リーチ棒。このリーチ棒の効力は天下一品じゃ。パイセンさんにして。ではそなたの健闘を祈っておるぞ。ワゴーツ。クラスおじさんいらっしゃい。部屋出る交換券。どうしメガネ。わわわわわ。よし、アイデアマン通ってないな。よしよし。お、なんか三万個いけるんじゃない？三万個。いけそう。森さんが一番さんいらっしゃい。ピーカー456で取っちゃうか。バーストさんやせ。2,3,4,4,5、ハットマン、ハットマン、ハットマン。そうか。稲妻でも。リーチパズツモドラ。小さいとて人間じゃからよ。別に。赤と大門さんに。あ、子供、今最初子供なのか。親の時やるんだったらね。いやのあれね。キャラさんやで。あ、なんか一通でもいけるんじゃない。くるくるさんでしょ。まあ、武道はね、武道は負けないでしょ。ね、誰だっけ相手。マウンテンマンだっけ。マウンテンね。マウンテンがどうやってやられるかですよね。どうやってやられるかって。あれだけど。ね。これ危ないじゃない。一発でローンとか来るんじゃないの。大丈夫さんよ。うわぁ、何もつけないね。怖いね。怖がよ。
積もってるのか、あー積もってしもうた。どう考えてもあれラスボスですもんね。もうそうですね、バッチリじゃ、やはり積もったわい。うわーリーチ一発積もん薬害、万感返しで同点。宇宙の法則に従っただけじゃ。頑張っていく。トン、トンガドラ、トンガドラ、出ないや、まだここは3個なかった、ここが3個ないで。おっ、オッケー、あったまん。タコも起きるリーチじゃ、やめろ、先にこれがしたんだ、やめろよ。うわー来ない、ラストチャンスない、あった、わらがきか、わらがきカード。あ、違う、マグネットパワープラス、マグネットパワー、なこれ、マグネットパワー、なこれ、なこれ、マグネットパワー来てくれ。うわー来ない、何もないじゃんかよ、マグネットパワーなかった。あったあった、あそこ9があった、あ隣に7の隣9があった。うわー、こんな並びだったのか、あーはー、くっそー。おっちょー、紹介な。あ、同点同点。うん、ドラガール、オッケー。マグネットパワーってウィングマンの敵相手のことですか？ウィングマンのあれって来て聞いたくらいじゃなかったっけ、聞いたくらい覚えてる。 ラストボスとか敵の軍団の名前覚えてないんだよね。なんか聞いたくらは覚えてる、聞いたくらで北倉先生だから聞いたくらよってなんて安直なんだとか思ってたから北倉先生で聞いたくらかよって、それはだからずっと覚えてるんですよ。ラスボスの名前とか、何敵の組織みたいな名前は全然覚えてないそうなんですね、そうなんですよ。熱狂的なウィングマンファンがいるコミュニティかと、まあ、熱狂的なウィングマンファンはいないかもしれないか、どうだろう、いるかもしれないよ。これはこれは出るだろう、リーチ、あー食いたんまんで逃げよう。
と6層だけか。6層でないか。なあ。バッチシじゃ、やはりチムだわい。うわあ、まじまじ爪が甘い。新章。10月からテレ東の実写版キータクラーにご期待ください。実写版キータクラー誰がやるのかな。芸能人でキタクラさんっているのかね。ちょうど筋肉マンが終わったら今度はウィングマンか。こんばんは、和骨です。スズさんいらっしゃい。私は正義の天才科学者だ。実写版松岡先生にキュンキュンお願いします。松岡先生ちょっと覚えてないな。北倉先生覚えてんだけど、北倉と葵さんとミクちゃんだっけ、あれでぐらいしか覚えてない。これは出るだろう。出てたまるか、出てたまるか。あ、貼ったまんか。貼ってんな。まあ、ここで稲妻リーチも使ってもな、使わない。甘い。そのリーチは呼べるぞ。ドン。うわー、はい。マージャンステーションの時間です。あ、うち東だか、うちが親だ。なんかいいんじゃない。ニコニコ取れてる。
ビデオシステムさんはこれ以外に何のタイトルがあるのですか？あ、これ以外ですか。スーパーバレーボールですね。あとラビオレプズスペシャル、この3本ですね。この3本があります。お、ハトマンだ。よし、やっぱりさてさて、リーチをかけてきましたね。バレーボールが、ね、まあ、有名ですかね。ずっと上げられるラックスさん、さすが。パチパチパチ、リーチパッツも3アンコー。パチパチパチ、ありがとうございます。パチパチパチ、ドラの見切りが悪かった。ありがとうございます。パチパチパチよ。あれです。ギターのコピーか。マージャンステーションってニコ生に本当にありそうですよね。マージャンステーションね。こいつは困りましたね。まあなんかハズとジュンが交互に行くし、なんだこれ。あとはもう少しだけマージャンです。CM の後はもう少しだけマージャンです。CM ありません。789できた。789で77と。いい感じ。いい感じ。マージャンの強敵キャラとしてアインシュタインとならばセルノー草野さんに使用ってなかなかぶっ飛んでるよね。アインシュタインと草野さんね。頭にするとこです。お、67。あ、いいですね。8番。よしよしよし。さてさて、リーチをかけてきましたね。カン。しかもアインシュタインを全開にして草野さんしてるんだから。キャラ戦はどういうとこから来たのかね。どういう人気者から来たのか。人気者じゃん。歴史の上のいじも来てるからな。嘘嘘だー。うわー、うわー。いや、まだ勝ってる勝ってる、まだ勝ってる。テンパったのが早かったものですから、まだ勝ってる、勝ってる勝ってる勝ってる。テンパるっていうのも麻雀用語ですもんね。そうですね、テンパるもね。まだ勝ってる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 。456あったまん。さてさて、リーチをかけてきましたね。あまり大きくはありませんね。あったの。
あ、来た、危ない危ない。パチパチパチ。よし。美術もドラ。よし。こんなことでいいんでしょうかね。安い、安いけどこっちで。こっちが今度は親だ。パチパチ。あれです。なんか厄介が来そう。お、チュンチュンチュン。ポン。よし。ポンして。お、シーゴログ、キラキラキラ。3、4、5であと8だ。ドラが来たら上がりだ。あと20分もしたら筋肉マンですね。あと20分で筋肉マン。アフソーだー。あーあ、あーパチパチパチ。いやー、次上がってなんとかなるか。勝ってしまったことはどうしようもない。終わらず、これで上がれば勝ちだろ。なんとか上がるんだ。あ、でも1000点じゃダメか。1000点じゃダメなんだよね。トンの何がドラか。させてあげてください。細くないで決着できるかな。三つ木だからまあいいや。三つで五六七。頭でいいやこれ。いや頭ここにあったか。あでも待ってよ、あんこになるかもしれないな。あんこ。ああこの HP 出てんな。1層があんこになるかな。あんこに、あんこにしよう。あんこ、あんこになるな。これあんこ来るぞ。あんこ、お、あんこになった。やったぜ。はったまなあ、うわあ、悪いっすね。ロンで行きましょう。うわあ、なんで拍手すんの。ちょっと NG にするよ。ちょっと人が上がられたのにちょっと拍手するのはテレーだね。これはもうね、今度やったら NG だからね。次いたらコメントしたらもう NG だから本当に。
久々のテレイ注意報だ。テレイ注意報。ダメだ。インチキすぎるだろこれ。テレー、はい、NG。くっそー、どっちも強いんだよね。あら、パスワードどこ行った。うへい、農協牛乳されて、ちょっとお時間がないな、やめとくか。草野さんなのかタモリは分かったけど、あれ今の久米さんですよ、草野さんじゃなくて、久米ひろしさん、ニュースステーションのね、草野さんっていうか久米さんか、久米さん、草野さんって言っちゃったけど、懐かしいですね。そうですね、昔やってた古舘さんの前ね。はい、ご視聴ありがとうございました。 PCGYY 麻雀は毎週、日曜日やってます。はい、おつです。お疲れ様でした。はい、おつでした。おつです。おつでした。おつでした。はい、おつでした。おつでした。おつでした。今日も一日おつおつでした。おやすみ麻雀。はい、おやすみ麻雀です。おつでした。はい、おつでした。おつでした。はい、おつでした。